はい、じゃあお願いします。おはようございます。役員会後の会見を行わせていただきたいと思います。冒頭私からは昨日もお話をさせていただきましたけども、北朝鮮の金正日総書記の死亡を受けての政府の対応というものには目をばかりの惨状を見たような気がいたします。特別捜査があるということはもう皆さん方も昨日の午前中からご存知のことだったと思いますけども、我が党はもう先週のうちから4時にですね外交部会をセットしている、まあ、こんな基本的なことが分かっていない、総理大臣がこの時期に街頭演説をやる是非というものもありますけれども、そこにのこのこと出かけてですね戻ってきた、さらには我々が問責した国家公安委員長はですよ、内閣府の説明によれば政務により欠席って外交部会で説明を受けたんです。私たちは、まあ、遅刻して出たのかどうかは存じませんが、保安院がですね、原子力発電所等々の警備の強化、こういうことを要請している中で、国家公安委員長が安保会議をすっぽかすようなことを容認するようなことは断固できません。閉会中ではございますけれども、外交委員会、不正常な状態ですから、直ちに政府与党の責任で委員会を正常化して、また私どもは拉致被害者の方を抱えているわけですから、拉致族だってやらなきゃいけないけど、担当大臣がこの手たらくではですね絶対できることができない、政府与党が責任持ってですね年内に両委員会あるいは予算委員会を開いてですね、この問題について正式にですね国民の皆さん方に説明をする責任があると考えております。昨日の朝鮮中央放送ですか、有名なアナウンサーの人もずっと出てないってことも、これはもうずっと話題になってたわけですから、こんなことをですね、見過ごしていたのか気にしなかったのか、これは本当に北東アジアの安全保障の重要な問題ですんで、こんなことではですね、全く手をなしてないんじゃないかと強い憤りを覚えております。それでは会見の中で、役員会の模様を説明させていただきたいと思います。冒頭谷垣総裁より311の発災以来全力で対応していただいてまいったと、ご苦労をかけ、御礼申し上げる、年末にかけて緊急する事態が続いていると、日韓首脳会談や金正日総書記死亡など外交関係の対応に民主党政権は緊張感を持っていないと、緊張感を持ってやることが必要であり、今の政府の対応は疑問なしとはしないというものだと、今年2年を通じて政権の信頼は極めて危うい状態になってきていると、来年に解散総選挙に持っていく年にすべく心を一つにして戦っていきたい、大島副総裁より今年大変お世話になった、選挙の面から振り返ると当日地方選挙で次の総選挙を戦える環境を作ることができたと、日韓首脳会談や山岡大臣の問題など平中審査の議論することが必要ではないか、私からは今冒頭申し述べさせていただいたようなお話と、今日もちまして年内の役員会は不測の事態が発生しない限りは終わりでございます。来年1月5日13時より同じ場所で役員会をスタートさせていただきます。また12時半からは恒例となっております新年仕事始めを901号室で行わせていただく、そういうご報告をさせていただきました。岸田国対委員長より平中審査を申し入れていくとともに、不正常となっている委員会を正常に戻すよう与党に強く求めていく、この後、公明党の皆さんと相談をしてですね先方の国対に申し入れることになっております。参議院脇国対委員長より22日木曜日でございますけれども、環境委員会で長野で行いました COP17 の報告を受けることになっているそうでございます。予算委員会もこれは衆参共通でございますが、積み残しになっております TPP 等々の外交関連の集中質疑、これもですね新大臣のもと問責をされた大臣を除いてしっかりと行うように引き続いて求めていくということでございます。
中曽根会長より1年大変お世話になったと、問責可決と、震災対応など参議院らしい審議ができた、溝手幹事長より1年間の御礼、茂木政調会長より、一昨日の17時30分嘉手納基地より米軍のコブラボール偵察機ですね、これが離陸をしていると昨日の午前中、これも私がお話ししたのと同じでございますが、朝鮮中央放送の特別放送の情報等があり、何らかの緊急事態が想定できたにもかかわらず政府の対応はひどいと、国家公安委員長が安保会議を欠席したことも異常だというようなご意見がございました。TPP に向けた考え方を現在取りまとめているそうで、年内に FAX ニュースの形で全議員に送らせていただきます。24年度予算の考え方をまとめたと、さらに正すポイントを作成しています。選挙公約の作業も進めていくと、ある段階で全国政調会長会談やブロック政調会長会談を開いて、地方の意見もマニフェストの中に入れていきたいというお話がございました。塩谷総務会長より1年間お世話になったというお願い、御礼、河村選対局長より1年間の選挙の結果、塩田共同局長より世論調査について、その他堀康介憲法調査会会長より基礎委員会を立ち上げたいというお話と、94年のキム・イルソン総書記の死亡の後ですね、当時は自社差政権でございますけれども、社会党が窓口になっておりまして、弔問外交というものの話が出て、弔問団を派遣している、来年以降になるけれども、こんな話も出てくる可能性があるので、その対応をしっかりとしていかなければならないのではというようなお話がございました。私からは以上で、ございます。ご質問ありましたらお願いします。共同通信です。政府与党の責任で外交委員会を正常化してっていうお話なんですけども、はい、これはだから基本的にその山岡さんと市川さんを、新しい使い方に変えた上でという、そういう前提だというふうに思います。もうそれもそうですし、外交委員会の方は強行採決したんですね。そのこっちに頼んどいた条約等々を参議院の方は筆頭理事がトイレに隠れちゃったり、本会議でどうしても原子力協定頼むって頼まれて、ギリギリの日程でかなりイレギュラーな形でやったら20人ぐらい出てったりですね、そのなんて言うんでしょうか、頼んどいた側の方が話がまとまってない、あるいは外交委員会は悲惨でしたよね。私も見ましたけど、国会議員が下向いて、あなた誰なの、あなた誰なのって田中真紀子委員長に言われてるけれども、その本人じゃない人が代理出席してたわけですよ民主党のこれは まさに不正常。田中真紀子委員長は今民主党ですからね、その委員長がおかしいと言ってて、こんなの採決していいのみたいなこと言っておいて、その一方で採決してくださいって頼んで委員がいないみたいな、これはまさに不正常の極みでございますので、こういうものをやはり学級崩壊じゃないですからね、しっかりとこれは与党の責任で、審議できる陣容にメンバーを差し替えるなら差し替えて、ちゃんと審議できる状態にしないと、いくら言ってもそのいいんじゃない人がこうやって隠れて座って、あんた誰なのって、いいんじゃないから委員会開かないわよみたいなことになってはですね、何のための委員会なのか。また拉致特についても問責を受けた大臣がですね、ましてや国家公安委員長がですよ、安保会議を政務でサボった、まあ、サボったってのは言い過ぎかもしれませんけども、そんな人が本当に話の相手なのか、それは相手じゃないと思います。そういうものを正常化する責任は政府与党にあるということでございます。山岡さん自身の問題も今回出てきていますが、その対象となる山岡さんへ その責任といいますか、その追及というのは、その上の人間にしていくという基本的な、山岡さん本人はもういなくて結構なので、山岡さんの責任に対しては総理なんかあたりなどにこう取り出していくという、そういう考え方でよろしいでしょうか。いや、だって安保会議に国家公安委員長がいないのはまずいでしょう。キム・ジョンイル総書記が亡くなって、もうミサイルも日本海に撃ったわけでしょ。因果関係は分かりませんけれども、
軍事的な緊張は高まってますよ。第7艦隊も出動したし、韓国は非常事態宣言でしょ。日本は北東アジアでその横にいるわけですから、やっぱり危機意識が著しく欠落しているんじゃないでしょうか、今の政権は。これは私たちの安全保障上非常に重要なことだと思います。その他ございませんか。どうぞ。長官外交について触れられた部分があったと思うんですけども、自民党としてはどのようなスタンスで対応していくお考えですか。いやいやいや、そういう話じゃなくて、94年にそういう話があったと。だから今後弔問団の受け入れは今北朝鮮は拒否してるわけですよね。しかし年が明けて、いろんな事態が予測されると、そういうものに対して万全の体制を取っていかなければならないという過去の歴史の話を堀先生がしてくださったということでございます。そういう話は一切まだございませんし、考えておりません。それはやっぱり政権党に来る話ですから。どうぞ。別の話なんですけれども、時事通信ですが、自衛隊が導入する F 戦闘機が、F-35 に決定する見通しとなっているんですけれども、今日正式ですよね。これについて、日本の防衛産業の将来、安全保障の観点から受け止めをお願いします。F-22 をですね、やはりもう少し早い段階で購入していれば、ここまで、ガタガタ選定でしなかったんだと思うんですね。ただ F-22 はそのステルス性あるいは性能からなかなかアメリカがこの売らないと言っていた事情があって、そのうちにこの生産停止になってしまった。 F-35 っていうのはもう試験、この間アリゾナ出身の上院議員の方とお話をさせていただいたら、もう飛んでるよと、うちの州の基地でと。試験飛行等々はもう行われてますけれども、プロダクツ、製品として、まだ生産過程に入っていない。それはその何機購入するかによってですね、まず米軍が何機購入するか、これによって大きく生産コストというのが変わってきます。今の予定ですとアメリカは全部合わせて2400と言われてますけれども、防衛費のですね、自動的な削減等々も含めて10年間で4900億ドルの防衛費の削減というものをアメリカ歳出委員会ですか、もう決めていると。そういう状態の中で日本がこれにコミットする、まずは数機だと思います。そしてこの飛行機は汎用性が非常に高いもんで、 F-15 の代替機としての利用も見込める。そうしますと機材が日本にとっては統一されるというメリットはありますけれども、その分そのもちろんデファクトスタンダードの部分での協力というものは日本の部品が入ってますけれども、組み立て加工の部分ではですね、この F-35 にはそのまだ入っていないと、これからのこれは交渉になると思うんですけれども、ボーイングの787見ても分かりますように4割近くが日本の製品でできている。日本の技術もですね、これ武器の関係でありますのでクリアしなきゃいけないところがあると思うんですけれども、こういうものも日米で共同して制作していくということは、日米同盟を進化させる意味で意味もありますし、コストの面等々でも影響してくるんじゃないかと、こんな気がいたします。はい、どうぞ。先週の幹事長代表会談でですね、郵政民営化法修正案について公明党が案を提示したということなんですけれども、この内容、幹事長はどういうふうに評価されていますでしょうか。これは公明党の皆さん方の考え方で、要するに4社化を3社化に、ホールディングカンパニーを別としてですね、変更するということで、常識的な案だとは思うんですけども、ただ一つの会社が非常に巨大な企業になってしまう。そうすると NTT の時でも分かりますよね、東西分割って話も出てくるかもしれませんし、そういう細部についてはまだ検討の余地のある案ではないのかな、こんな印象を受けています。はい、そろそろお時間ですので他の方でよろしいですか。どうぞ最後。今日は大阪の橋本市長が、はい、
党の幹部を取られますが、はい、そこでは具体的にですね、地方自治法の改正等をですね、どういうスケジュールでやろうかといったことを求められると思うんですが、いや、そういうことしないと思うよ。彼は常識の人だから表敬するだけだと思います。特段自民党として何かご提案したりという話をしたいテーマというのは表敬で各党回っていらっしゃる話じゃないでしょうか。お話を受けてその詳細については後ほどブリーフの要請がありますので、私の方がブリーフをさせていただきます。それを受けてからの方がよろしいんじゃないでしょうか。はい、それでは会見を終わります。